こんばんは、雪のスタジオです。油越の司令も驚く花火ちゃんの行動力が話題になっています。花火師は油越派閥に属する仮面の愚者の一人です。千の仮面を持ち万の顔を演じることができるプロなお可愛い女の子。作中では性格ハンターの銀狼と取引をして蛍を救うために油越活動を実行、そして自身で脚本を描きながら実行してハッピーエンドで締めくくった実績を持ちます。そんな花火師ですが、実は政界を渡りベルトの故郷が存在する太陽系で油越活動をしていた衝撃の事実が発覚しました。時系列で言えばキアナやベルトたちが美穂よ史上最強の鬱の化身ケビン氏との月面最終決戦で勝利して約6年後、つまりキアナが地球の神の任期6年の時に、天理級の能力者であるビタの上司を太陽系の端から虚数超電磁砲でワンパンした後のお話になります。これは列車組の正規メンバーであったオットーカオの虚空板章やベルトが姫子の請求列車に乗車する約2年前ということになります。もう少し簡単に紹介すると、ベルトが本編で政界から来た狩人たちとボコり合った8年後のストーリーより数年前ということになります。つまり花火師がベルトの故郷がある太陽系に侵入した時期はスターレール時空から約2年前の出来事ということになります。基本的に政界の太陽系はこのように定義されています。太陽系の外縁に集う虚数エネルギーの沿岸帯、これこそが星間旅行を阻む元凶であると同時に底なしのエネルギー源でもある。このような背景に加えてベルトたちの太陽系は終焉の眉様の影響力が絶大であるため、肥沃派閥のメンバーも言及したようにベルトたちの太陽系は開拓のアイオン・アキビリの権能でも開拓の可否が疑問視されているレベルです。そんな難易度 SSS 級の太陽系に侵入して油越活動に励む花火様の映像がこちらです。そうだとしても考えが足りないんじゃない？まさか。僕は君の可愛い後輩たちに相当気を使っていたんだよ。でなきゃサブアカウントを使って助けに行ったりしない？そう？あなたは自分が完全にブロックされてるかどうかを確かめるついでにあの神を挑発したかっただけでしょ？おや、君は僕のことをより理解しているようだね。その2つの目的が矛盾していない以上、子供たちを悲しませるようなストレートな言い方をする必要はないだろう。でも結果は明らかだった。神はあなたの行動を見てる。これからはあなたが何をしようとしてもより難しくなるだろうね。力の使いすぎに気をつけて、痕跡を残さなければ隙を見つけることができる。ほら、僕たちはここにちゃんと立っているだろう。でも神の監視がある限りあなたは傍観者にしかなれない。まあまあ、神たちは上にいることに慣れすぎていて、自分の代理人がいつか従者じゃなくなることを受け入れられないだけだよ。やっぱりうちがセルマ様のペットをやってた頃のお箱みたいに、どうかこのバカバカしい企みを阻止しないでって神に泣きつこうかな。どう思う？それはあまり良くないと思うよ。他に方法はないの、少女先生？仕方ないね。うちが占ってあげよう。おや、大吉、大吉だよ。神の願いが叶いそうになったらシステムをドーンって吹き飛ばそう。ほら、花火は夢が叶う瞬間を迎えるのにぴったりだよね。どう思う？ふむ、確かに面白い結末だね。予備案の一つとしてちゃんと考えておくよ。いいね、ビタちゃんがコメディにそこまでこだわるとは思わなかったよ。なら花火のパフォーマンスの感想を教えて。君が子守をしてた間、花火はここで仮面と喋ることしかできなかったの。かわいそうな花火。君のパフォーマンスは確かに素晴らしかったよ。ただどうして最後の少女は僕の印象と少し違うんだろうね。
じゃあビタちゃんが教えてくれた話にしか存在しないもん。そうだね、花火も彼女たちと一緒に遊んでもいい？ビタちゃんをがっかりさせたりしないよ。それはダメ。美味しいものは一人で楽しむのが僕たちのやり方だ。そうだろ？ストーリーがどこまで進んだか当ててみるね。あ、また花火の大大大好きなサーカスパートだ。壁眼の犬が自分の首輪を噛みちぎり、緑の蛇が犬の口にあるリンゴをむさぼる、竹板にいる猫が全てをもこげきして、そのモフモフとした手で文字盤を動かす。その結果、みんなを深淵へと向かう列車に乗せるんだ。そうだね。神は頑固で独りよがりで、行者は自己満足に浸る。嘘つきが私利私欲に走り、智者が世間を騙して名誉を得る。そして愚者は、愚者は全てを嘲笑い自ら楽しむの。あの火星の神が焦って僕を止めようとすればするほど、僕が正しい方向へと進んでいることを証明してくれる。わがままで分かりやすい神に心からありがとうって言うべきかな。楽しみたいなら登場するタイミングを見極めなきゃ。そうだよね。もちろんだよ花火ちゃん。僕だけのステージが来るまで僕たちには楽しむ時間がたくさんある。だけど当ててみせようか。今回君がここに来た主な目的は僕。そうだろ？あったりー。じゃーん。この前渡せなかった手土産だと思ってこれを持ってって。ビタちゃんも遊ぶのが大好きなら、きっとこれらの仮面が似合うと思うよ。おや、こんなにたくさんあるんだね。まさか今頃闇雲に仮面を探してる人たちがいたりしない？おお、どうかな。花火が持って行ってもダメだって言われなかったよ。こんなに面白い過去があるならちゃんと大事にしないとね。かわいこちゃん、その誘い受け取ったよ。やっぱり君とは話が合うね。じゃあこれからは愚者の時間だ。世界の開拓者たちの反応は、ビタと花火とかいう地獄の悪女コンビかわいいな、ピノコニーより楽しんでる花火を見れて嬉しい気持ちと寂しい気持ちが俺の中でぐちゃぐちゃになってる。我が名は開拓者。原神から崩壊シリーズに入ったホヨ歴の短い初心者である。花火自分には見せない表情をしている状況にショックを受けている。これはどういうことなのか教えてくれないか。艦長、花火が満面の笑顔でベルトの故郷に遊びに来て、そこにいるヤバい女とヤバいことしてる。我々も脳の処理が追いつかない。現場からは異常だ。そう言えばピノコニーでは花火が銀狼に頼まれて脚本やりながら優越してたから、マジで花火自身が楽しんでる優越活動はこれが初めてのお披露目か。これから運営は生放送でメインストーリーをで混ぜ混ぜしながら両作品のストーリー進めるってはっきり言ったから、廃れ単体で楽しめるとか思い込んでる人らが公式に脳や枯れ始めてわろたくさ。なんか原神の時も最初に新規が世界観を勘違いしてるこじつけ勢おったな。あの時も旅人が正解のことをポツリポツリと話し始めて、フォンテーヌで正解のクジラが登場して作品単体で理解できるとか言い張ってたこじつけ勢を公式が潰してたな。運営も作品単体で楽しめるとはフォローを入れてくるけど、一度も理解できるとは言ってないし、絶対に公式は廃れ単体で世界観が理解できるとか言わないからな。廃れも原神も正解とかいう崩壊 3RD の要素がある時点で単体で理解できるわけないんだが、どうすればそんな発想になるのか謎すぎんか。原神やスタを作品単体で理解できるとか根拠のない妄想を言っちゃう人は FGO とかやったら癇癪を起こして発狂しそう。作品単体で話をこじつけちゃうようなこじつけ勢はホヨバ作品向いてないから FGO でもやって作品同士がつながってる作風を勉強し直した方がいいぞマジで。最近の人は FGO とかやってないんだろうな。まるでミホヨプレイヤーの年齢層が低いみたいな言い方はやめてくれ。それより廃れが初出なのに原作の方で最高の待遇と花火の本性が初解禁されてるの、いろんな意味で優越すぎるわ。
よかったな、テイワットミン。テイワットを管理してる天理より役ネタのバリアがあるベルトたちの世界に花火ちゃんが来れたことで、正解渡ってテイワットにも花火ちゃんが来れる可能性が出てきたぞ。原神と崩壊が世界観つながってて、正解の設定が共有されてるのって、最初から公式はこういうのがやりたかったんだろうな。花火ちゃんの変装バリエーションやばすぎて、オンパロス以降で花火ちゃんはキアナちゃんをはじめとした原作勢の変装できるってのやばいよな。花火の変装で一番クオリティが高いのがビタやテレサになってるの優越すぎるだろ。天理クラスのビタと親友のように会話する花火すげえなお前。いや、キアナを除いて誰もコントロールできない天理ビタと女子会できる花火様とかやばすぎるでしょ。くさ、これは花火が優越の司令とか言われても信じるレベル。逆に眉のいる太陽系に行ける時点で優越の司令やアッハより行かれてるだろ。アッハ、花火がこんなことする子だったなんて優越くさ。読みとかキアナ見たらケビンの大面影を思い出して泣き崩れそう。マジで読みとケビンは合わせてあげたかったし、ケビンも読み見た瞬間にいろいろと察して会話盛り上がりそう。そりゃ読みはピノコニーでベルトとずっとケビンの話で初心者置いてけぼりにするくらいに思い入れあるしな。花火の実機プレイの映像がエグすぎて、ホヨバースの一軍チームのヤバさを改めて思い知った。花火が生き生きと動いてるの見るとマジで感動するという具合で、開拓者たちの間で盛り上がっています。基本的に優越派閥の中でも花火師はやりたい放題であり、全世界の開拓者を脊髄剣にするような要素に満ち溢れております。我々も花火様に脊髄剣にしてもらえるように頑張って優越活動をしていきたいところです。本日のニュースでした。